いつも山崎幸太郎チャンネルをご覧いただきありがとうございます森徹子ですチャンネル登録いいねボタンよろしくお願いしますそれでは山崎先生お願いしますはい山崎幸太郎ですえっ、ー、とですね今日はあの岸田、うんうん、師匠がですね派閥解散ということを言い出してねなんか自作自演っぽいんですけど、えー その後ね、他の話も解散に追い込まれましたけどね、この問題のについてちょっと、えー、僕なりの、えー、見解を述べさせていただきたいと思います、えー。ところでね、まあ、岸田文雄という総理大臣はね、とんでもない総理大臣だなとつくづく思いますね。僕は、えー、まあ、人を見る目がないっていうかね、岸田さんっていう人はね、 まあ、総理大臣になる前はね、まあ、ほどほどの人かなと思ってたんですよ。まあ、その政治的実力とか才能とか、そういうものは別にして、まあ、悪い人ではないんじゃないかなと、そういう感じで見てたんですよ。ところがね、ねいざ総理大臣になってみるとね、とんでもない人だっていうことがだん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 分かってきて、しかもね、このとんでもないっていうのがね、 あのー、日本国,国,民に国民とかね、日本国内国,日本国や国,内国民に対してね、完全に裏切り行為を、ね、平気でやってしまうという、とんでもないということが分かってきましたね。まあ僕はね、えー、まあ一般的にですよ、才能のない人とかね、実力のない人っていうのはね、一見ね、何事もやらないように見える、まあほどほどじゃないかなと思う,思うんですけれども。 実際はね、そういう人に権力をね、えー、渡すとね、というか、逆に権力をそういう人が握っちゃうと、才能がないにもかかわらず、ある才能があるんだとか、実力があるんだという錯覚を起こしてね、必要以上に、えー、わがまま放題というか、やりたい放題やってしまうというようなことは、なんとなく感じてはいましたけどね、まあ、岸田文雄ほどね、とんでもないやつっていうのは見たことないですね。 政治家っていうのは、やっぱり自分の能力というか、その自分のたわ立場っていうのをほどほどにはわきまえてるわけですよ。例えば、どんなね、あの優秀な政治家でも、優秀じゃない政治家でも、まあ、引け際はそれなりに分かる。特に総理大臣ともなればね、やっぱり引け際っていうのは大事じゃないですか。僕は地位にしがみつく、総理大臣とかし首相っていう、その立ちえー。 ポストにねしがみつくっていう総理大臣っていうのはあんまりね、あんまり見たことがないしね、え、こ,こういう総理大臣って珍しいなと思うんですよ。特に日本人はね、権力にしがみつくっていう,うんタイプの人間っていうのは政治の会社なんかでもそうですけど、そういうのあんまり見ないと思う。やっぱり、えー、もう周りの状況次第でね、雰囲気で、まあ、あ 時代の流れのことか時代の空気を読んでね、それなりに身を引くっていうのがね、まあ、普通じゃないかなと思うんですよ。ところで、岸田文雄が一番と許せないと思うのはですね、岸田文雄はね、もう僕はさ何回も言ってますけどね、アメリカに行ってね、アメリカとバ,バ,バイデン大統領っていうのバイデンっていうもう、もう病み上がりのようなね、今にも倒れそうな、時々つまずきますけど、 バイデンと肩を組んで、肩を組んだっていうより、後ろから手を回されて、ペコペコして、ニヤニヤして、ヘラヘラ笑ってるんですよね。あの写真を見たときに、あこれはもうどうしようもないな、ダメだなと思ったんですけども、それ以後ね、それは一貫してやってますよ。例えば、記者のとんでもないのは、一番あのとんでもない、防,防衛費を2倍,倍増するとかっていうようなことをやり断行しましたよね。え 防衛費を倍増するってどういうあの前提でやってるんですかって、あれは宏池会っていうところでしょ宏池会の派閥でしょこの人は自分の派閥の、あの派,派閥日本、日本人っていうのは、派閥には単なる金目当ての集団で、利,、えー、利権集団で、えー、その思想も何も、政策も何もないんだって言ってますけど、それは思想ありますよ。政治思想がありますよ。それぞれ。 高知会には高知会の思想があるんですよ。それからその今、清和会とかっていうね、安倍派なんかの流れを組む政あの派閥にはそれなりの政治があるんですよ。だから僕は派閥が悪いとは全然思わないんですよ。自民党の良さも悪さも悪さって言ったら良さも強さもあの、えー、派閥っていうですね、強力な基盤を一つ、一つじゃなくてね、結構3つか4つか5つか6つかぐらいの基盤を、 いろんな意見を、派閥があるということに、えー、自民党の強さを、それからその、えー、た日本国民のです、ね、大衆の心を組み上げる装置も兼ね備えているということが重要,だったと重要だと僕は思ってるんですけれども、どうも、えー、岸田さんは、 最初は聞く身を持つって言いながらですね、聞く身を全然持たない人だということはもう明らかですけれども、彼はだから今、えー、派閥っていうのがですね、実はね、地方の一般大衆の一般民衆のですね声を組み上げる装置でもあるっていうことをね、全く理解してないですね。だからこ、彼は、彼が聞く身をつからこそですね、派閥を簡単に解消するわけですよ。しかもこれは明らかに自作自演というか、 あの目くらましですよね。もう見てごらんなさい、派閥はね、すぐ2、3年経てばね、すぐ元通りになりますよ。あれは別に派閥を解散したんなて、名前を変えればいいんですからね、政策集団とか勉強会とか,とか、なんとかの会とかに名前を変えといてで、4、5年経って忘れた頃にまた派閥の名前を元に戻せばいいんですよ。それ,のそれを繰り返すんですよ。時々変な人がいて、派閥解消するって言っておいて、派閥を作るんですよ。 今回も、えー、派閥を、ね、解消するって言ったのが岸田派でしょ、それから安倍派、それからに、えー、二階派ですか。派閥を解消しないって言ったのが麻生派と、えー、茂木派ですか。今ね、あのこの政,政,力政権や、権力闘争の、ね、政変の、ね、中心にいるのが、実は麻生太郎だっていう人がいるんですよ。 まあそうかもしれないけど、あ僕はあんまりそう信じてないんですけど、例えば、東京地検特捜部を動かして、これが安倍派を攻撃して、安倍派を潰しに動いていったとっいうことは確実ですよね。これをし、えー、う後ろからね、バック,バックアップしてあの、手を組んでるのがどうも麻生太郎じゃないかと言われてると。まあ、そ僕はそうは思わないんですけどね。 このね、阿蘇はじゃない、安倍派通信を画策していた、この東京地検特捜部の背後にいるものはね、もっと別なもんだと思いますね。安倍さんが奈良の、えー、なんとか駅の前で立ち上げ演説をしているときに銃殺されましたよね。あの事件は、あの犯人は山上哲也っていう青年が、えー、青年違う男が捕まって、 あのー、まああれが犯人に間違いはないと思うんですけど、どうもその背後で動いてたもう一つ別の、ね、力が働いてると思うんですよけれども、その背後に動いてる力っていうのはね、多分ねね、僕は僕のもうはん、あのー、固定観念っていうかね、もう強力に僕は思い込んでるんですけども、あ,あれは明らかにね、アメリカ、つまり GHQ の流れを組む GHQ から今度は CIA に来て、ジャパンハンドラーズとかいった人たち、例えば。 えー、東京に来るときに、横田基地、横田基地からド、横田の米軍基地からフリーパスで入ってきて、東京・霞が周辺のホテルとか、ホテルの近くとかその、えー、いろんなところで、日本の政治家、官僚とか、そういう財界の人物とか、そういう人たちと接触、コンタクトを取って、えー、支配している、この,けこの、えーえー、人脈だと思うんですよ。この人脈 いろんなところで、あのえーえー、経済的にも、政治的にも、大きな流れの変わり目の時でおな何か動き出すんですよ。その動き出した一つが、必ず、例えば田中角栄の時には、あの東京地検特捜部は田中学を、もう必死に追いかけるわけですよ。で、逮捕でおいてい、有罪判決まで暮らしそうになるわけですよ。 でも,もう、もう一個はいつも言ってますけど、小沢一郎事件もそうだったし、それと鈴木宗男の場合もそうだったし、もういろいろあるわけですよこれ。この問題は今回ので明らかになったことはね、東京地検特捜部が必ずしもオールマイティーじゃないということだしね。東京地検特捜部は安倍派を潰しを狙って、安倍派の、えー、幹部たちをごっそり逮捕しそうな雰囲気だったじゃないですか。あのー 検察の元検察官の今、弁護士でテレビに出まくってる人たちが2、3人いますよね。彼ら、えー、東京地検特捜は最強の,けんあの捜査機関であるとか、なんとか、すごい大げさなこと言ってましたね。で、確実になんかその成果を上げる対応にまで持っていくんじゃないかと。安倍派は幹部たちは逮捕されなかったでしょ。下っ端の無名の政治家が一人。 逮捕されたり、その、えー、会計、えー、責任者が逮捕されたりとか、それで立件されたりしてるわけですよね。どうもね、僕はね、東京地検特捜部はね、えー、今やね、大げさに話をしか、えー、事件を起こすけどね、えー、最後まではやり,取れやり遂げられない弱体組織になってると思いますね。なぜそこでなぜ東京知見特部の 足を引っ張っ張てるのはは誰かとというとこれは、ね、国民ですよせた例えば安倍派を潰そうとしても、安倍派の背後には、えー、莫大な日本国民がいるし、例えば僕はそれは多分ネット安倍応援団というネットと言われる人たちかもしれないけど、でもこの人たちは東京地検特捜部を手を叩いて喜んでいるわけではない。この人たちはあ,のあんまりその賢い人たちじゃないから、簡単には洗脳されませんよ。うん えー、高級官僚とかですね、えー、政治家とかね、それから財界とか、そういう人たちはね、あの簡単に洗脳されますよ。利権とかそういう、えー、お金とかね、そういうちょっと名,名誉なものとかね、地位とかね、そういうので、えー、騙される、洗脳されるんですけどさ、ね、されないですよ。地方の無名の大衆っていうのは、僕はそれは結構強いと思うんですよ。かつてはね、学生運動っていうのがそういう役割をしてたわけですよ。学生運動は <coughs> 強いときには、強力な力を持っていた頃はですね、アメリカの、えー、日本に対する支配っていうのはね、なかったんですよ。アメリカの大統領が、あのー、日本に来たりすると、あの飛行場でデモ,あのデモ隊が、あのーあのー、なんていうの、立ち往生させたりした,りるしたことがあるわけですよね。ところが、今やフリーパスじゃないですかにあの、アメリカの大統領とかアメリカの。 政治家たちがコロコロ日本に来るのは。これはな何も日本の中に大衆運動が全然起きてないからですよ。大衆自身が騙されてるからですよ。堅納されてるから。しかし、今回の安倍派の安倍派潰しに対するあ、あのー、反応としてはですね、僕は安倍派の背後にいたのはね、頭のあんまり良くないネット紆余ですよ。で、そのネット紆余の周辺にね、 田舎にもいっぱいいるんですよ、その周辺にも、大衆、無名の大衆が、蠢く大衆が、この人たちが安倍応援というか、安倍派を応援するような形での反撃に出て,く、ね、出て,出てきたんだと思うんですよ。YouTube な, YouTube なんか見てると、それはすごく感じますね。僕は東京地検の捜はこういう国民の声というか、国民の動きを見ててあの、ちょっとビビったんだと思うんですよ。 萩生田とかね、それからそのなんだっけ、えー、もう一人、なんとか言って有名なやつってっ、そういう政治家たちをね片っ端から逮捕,していくの逮捕するんじゃないか、研究するんじゃないかと、立憲していくんじゃないかと、ほとんどあの、えー、文藝春秋なんかをね丸読,みするような丸読みして、う、え、のー、みにしているような連中っていうのは、そう思って言ってましたね。 ひとつき万歳の佐藤明って僕はいつもね、この,この人の、ね、発言っていうのにちょっと注目してるんですけど、こいつらはもう結構萩生田が逮捕される、逮捕されるっていうようなことで自信満々に言ってましたね。逮捕されなかったじゃないですか。なぜで逮捕されなかったんですか日本国内に反発する動きが激しく起こっているっていうことが、東京地検特捜部はそれよりなんとなく敏感に感じ取ってるんです。 ところで、その岸田がね、うんあのー、派閥を解散するっていうでしょ。岸田って本当にね、あのー、自分のね、地位を守るために、総理大臣の職に、ね、で、できるだけ長く居続けるために、こういうね、<laughs> 最後の。 あの切り札っていうかね、切り札じゃないんですけどね、もうどうでもいいやって、やけ,んぱやけっぱちのねどんでん返しみたいなことをね、なりふり構わずやってしまってるんです。今回のこの派閥を解散解散する、岸田派をか解散するっていうのも、別に何かでしょ、えー、大きな目標があってやってるわけじゃなくて、国民の人気取りを狙ってるわけでしょ、人気が回復これをやれば人気が回復するんじゃないかと。政治刷新 政治家であるかのように、えー、国民の前に宣伝しとけば、そしてしかもそれは派閥解消、みんな派閥が悪いっていうような雰囲気に今なってますからね、日本中がね。マスコミを中心に作り上げた幻想ですよね。僕は派閥が悪いとはちっとも思ってないんであはあの、えー、岸田さんが派閥解消って打ち出したわけですよ。 でもこれは自作自演でねいやあああは、はっきり言って彼は派閥解消に興味ないんですよ。派閥解消する前に彼は派閥の会長を辞めたんじゃなかったんですかねつ,つい最近ね。会長を辞めた人がね、派閥を解散するとか何とか自分の方から言ったってどうしようもないしね。じゃあ、だいたいあの、岸田の派閥の会長は誰なんですかねい今は。岸田自身ですかわ、わ、わ、わかんないし。 だからこれはあのー、もう一つ、それから岸田は3月にアメリカに行く予定ですよね、アメリカに国賓待遇で行くということになってる。ところがこれを国賓待遇でアメリカに行って、岸田自身としてはこれをステップにして、もう一段長期政権を狙おうとしてると思うんですよ。ところがですね、麻生太郎はね、麻生太郎もなんかアメリカに行ったとか、これから行くとかなんとか言ってますよね。 麻生太郎はどうも考えが違うらしくてですね、もう岸田は3月でアメリカ訪問を最後にして、うん、えお前はもう引退しろと、退場しろと、そういう、あのー、予定らしいんですよ。それで、あの岸田と、えー、麻生太郎の間に今どうもぎくしゃくとした関係があって、ここでトラブってると。それで今、あのえー 派閥解散が言ったというんですよ。で、えー、麻生派と茂木派が解散、派閥を解消解散は、解散はしない、派閥解散はせずで、安倍派と二階派が派閥を解消すると。と,ということはね、えー、岸田と麻生との間で、ね、激しい権力闘争が起こってて、 今度、派閥を解,消解散するって言った人たちのグループができて、麻生,の麻生を取り巻いてる、麻生と、えーえー、誰だっけ、その茂木を取り囲む、要するに麻生包囲網が派閥を解散したグループの間で出来上がったって言うんですよね。まあ、面白い話ですけどね、まあ、そうかもしれないなと思うんですよ。誰かがこういうことを仕組んでるのはね、 次第じゃないと思うんですよ。僕多分あのなんだこの、奥さんがなんかは殺人犯だとかなんとか言って大騒ぎになった、あの誰だ木原、木原誠二とか一緒でしたっけ木原誠二あたりが仕組んでる。まあ、それにしても、あくどい、あくどいやり方やってますね。それ 支持率が、支持率がもう1%台になって10、10%台から1%台に、0%にほぼ近くなってるっていうときに、彼はなんでしがみつくんですかね。それぞれ自分はやめ時だと思うのがあ普通じゃないですか。えー、0%でもしがみつくっていうのは、それは独裁者とかね、そういう人らみたいなけ権力者って、権力亡者っていうかね、とんでもない人ですよね。 で、あのー、で悪あ,あがきしてますよね。それがまあ、あ,のー、あれですよ。その派閥解散であったり、アメリカに、えー、奥さんも連れて国民待遇で行くとか。いや、僕は麻生太郎が言うように、もう3月でやめてほしいと思いますね。勇退してくださいよ。あなたはもうこ心当たりで、もうお勤めご苦労様でしたということで、やめればいいと思ってるでも、志賀はね、やめたくないんですよ。まだやりたいんです。まだ何年もやる 安倍晋三、えー、に匹敵、えー、するぐらいの長期政権を築きたいと思ってるんじゃないですか。それをね、アメリカのバイデンが耳打ちしてるんですよ。俺の言う通りにすれば、お前は長期政権をにやってあげるよと。僕はここのところがね、僕はね、他の人たちとちょっと違うと思う。明らかにね、バイデンとの口約束ができてるんですだから、あの、えー、岸田が危なくなると、バイデンが。 バイデンというか、まあ、アメリカ系の,の CIA とか、えー、ジャパンハンドラーズとか、そういう人たちが何かの手を打ってくるんですよ。CIA、例えば東京地検特捜部の安倍派潰しもそうだし、あのパーティー権汚職がスキャンダルもそうでしたね。ところが、パーティー権のスキャンダルもやっていくと全員、全部の派閥がやってるわけじゃないですか。田派の,あの会計、えー、責任者も立憲されたとか何とかか言ってるわけでしょ だからもう、えー、もう今、ぐちゃぐちゃになってますね、岸田の周りは。岸田はだからアメリカに3月行くかどうかもわからない。今度はひょっとして、それを延期するんじゃないかと。延期すれば、まだその総,理首相総理大臣である期間が延びるじゃないですかと。まあ、だからあのえ、それでもう一つは、能登半島に対して彼は何やってるんですかね。 また途中でなんか言ったことは言ったみたいですけどね。能登半島についてこの前も話し,しましたけども、本当どうしようもないですね。能登半島なんかどうでもいいんですよ。今ね、能登半島の地震の対応策にきゅう、えー救助、救助対策で、人、もう、大変な時でしょ、臨頭式してるとこじゃないですか。それでなんでそんな,なん、ね、派閥を解消するようになるのって、自分の基盤自体を弱めたり、 強めたり、すするのかかかかわわわらないけど分け分からないいけけどことやるんですかねもっとまともな政治家が、政治家っていうことは逆に言うと、まあ、無能な政治家だと思ってましたけどね、まあ、無能には無能であることは間違いないんだけど、どうもこの、バカっていうのは、もうただの馬鹿と、恐ろしい馬鹿と言って、やっぱりこの、恐ろしい無能、無能なバカっていう感じがするんですよ。 いいいややもう早く岸田さんやめてほしいなと思います、ね、もうだからもっとあの国民の方はどうしても、えー、対応策がないので、これは支持率を0%に引きずりをする下ろす、それでもなおかつ彼が居座、えー、り続けることができるとすればね、ねこれは日本の国民が認めてるんじゃなくて、どこか別の勢力が彼を総理大臣の地位に引きず、えーえー、を据え続けているんだということをねもっと自覚した方がいいです。よ それはねアメリカのバイデンですよバイデンだけじゃなくてアメリカに行くネオコンとかねそういう、えー、ないろいろ、まあ、陰謀論的に行くとねその、えー、国際金融資本だとかなんとかディープステートだとかいう人はいる,からいるけれどもそこまで行っちゃうと話がおかしくなるので僕は戦後の植民地支配が未だにまだ続いてるからそのことをはっきり明確に我々は自覚すべきだし岸田の踏みを見てるとあ とんでもないバカが出てきて植民地支配、アメリカの植民地支配の手先として、えー、ロボットのように動いているなと、ピエロのように動いているなということを我々は認識しておくべきだと思います。単なる国内の権力闘争とは違うんですよ、これは。麻生と、えー、岸田の戦いとかなんとか言っている新聞記者もいますけどね、そう違うと思いますよ、僕は。あ岸田の背後に、岸田を動かしているのはアメリカの えーかえー、ですからね、そのことをじあの日本国民はもっと明確に知るべきですよ。経済も政治も日本は今、本当に水浸しの状態の中であるということを自覚した上で、どあんな総理大臣を選んだということをね、し、まあ、仕方ないですけど、後悔してもいいんですけど、後悔してるだけでもいい、今度はそれに対してゃ着実に反応すべきですよ。0%、支持率0%に落とすべきです。と僕はこう思います。 だから、えー、岸田の派閥解散とか、そういうあの増税やっといて減税減税とか言ってみたりですね、能登半島にね、いや、全力を尽くしてなんとかなんとかって、自衛隊を送ります、なんとか、えー、補助金、支援金を倍増したとかなんとかって言ってるそういうこ雨,雨玉をしゃぶらされる、我々国民はだまされちゃいけないと思います、ね。岸田はもう早くやめさせとやめさせなきゃ。 してはいけない。国民の手でやめさせるべきだと思います。というわけで、はい、今日はこの辺で終わります。ありがとうございました。ご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。